ありがとう。お疲れ様です。おう。キリュウちゃんなら絶対に大スターになれるぜ。眼力もすごいけど、背中からもオーラを感じる。うん、そう思うだろ？お疲れ様です。はい、そうですね。どこのプロダクションにも入ってないなら、うちの映画会社の専属になったよ。みんなもそれがいいと思うだろ？よくないです！なんなんだよ、全員揃って。すまんな、俺も映画には興味がない。これで失礼させてもらう。はい、お勤めご苦労様。あ、いや、ご出演お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんなんだ一体。
マジマの兄さん。すまんのキルちゃん、驚かせてしもうて。これはま、俺なりの防御策や。最近は危のうて、堂々と事務所構えることもできへんからな。ようこそマジマ組。ま、地下でゆっくり話でもしようや。懐かしいの。2年前まではここで俺も戦っとった。キリュウちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口割るようなことはできへん。口を割らせたかったら、喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。そうだったな。俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。闘技場の絶対王者、大島の竜桐生一馬 vs 石岩の魔王、島野の強肩こと闘技場の帝王マジマ五郎。2年ぶりに帰ってきた怪物2人、果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物か。いや、キリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら嬉しいで。やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああ、そうだな。さあ、手加減はなしや。思いっきり行くで、キリュウちゃんや。今
ゴングです。来いよ。スイスイフン、うらっ、スイフン、タンスパン、スイうらっ、スイフン、タンスイフン、タンスイフン、タン邪魔だ。スイいやいや、うん、そこじゃ。
桐生一馬。やっぱりごっついな、キリちゃんよ。ほな、約束や。ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。それだけじゃねえようだぜ。久しぶりじゃねえか、キリュウ。花屋。
驚いたか。まあお前にとっちゃ一番ゆかりのある人間に瓜二つだからな。何か匂うな。一体この男誰なんだ。なんだこの絵は。どういうことなんだ。ボス、カムロ町におかしな連中が。何？ラウ・カーロ。喂，有什么事？把这个男的给我找出来。是。キリュウ、こいつは。リキア。どうやらラウはジャカの連中を使ってお前の相方を探し回っているらしいな。もしもし。俺だ、桐生だ。ああ、兄貴、どうしたんですか。お前、今どこにいる。え？いや、起きたら兄貴がいなかったんで、一人で街をぶらついてるんですけど。ああ、なんだあれ。どうした、リキ、何かあったのか。おい、誰だお前ら。ん？リキア、おい、リキア。